インターネットをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは、こんばんは。おっさんですが、ヤングです、はい、今日もネチケットに気をつけて頑張ります、うん、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、花粉なんですか、森本さん。花粉、うん、花粉は平気なんですか。まあ、ちょっとだけありますね。あ、そうですか、はい、はい、すみません。いきなり花粉、はい、ちょっと健康を伺ってみようかなと思って、はい、そうですね、うん、当たり障りのない話題からちょっと入ってみたんですけど、はい、見事に玉砕しました。はい、レオコ花粉症って言ってそんなサムネあるわけないですよね。それでは釣れないでしょうな。そうですよね。ふーんで終わりですよ、なんか。本当に。あ、ふーんといえばですよ。あ、どうしました。あの、この間郡山行った時に、あの、これヤングチャンネルに持ってってくださいって渡されて、おうおう、なんかあーんって書かれて、ふーんといえばふーんと思い出したんですけど、後ろにオーンがあるじゃないですか。なんかそれの隣にあーんを並べてほしいって言われて、見てください、このハートの可愛いやつ。呼ばり声ですね。あの郡山のおじさんが夜なべマジでおじさん、郡山のおじさんがハートに切り抜いて、そう、力作。そうなんですよ、この辺にね、ちょっとこう作り慣れてない感がちょっとある可愛さがね、あるんですよ。レオコもなんだこんなかさわるな、これめんどくせえなって思って持って帰ってきたんでしょうね。もう、あの、持って帰りましょう。あーがちょっとカバンからはみ出てました。で、絶対ね、どう考えてももうね、でもやっぱ夜鍋して作ったっていうから、ういや、しかもこれを家に持って帰って、うん、またまたこの家に持ってこなきゃいけないわけじゃないですか。ヤングさんちに飾りましょう。なんでやなんで郡山のおっさんが作ったものをさここでええやろが、お前な。ここ希望なんですよ、ここ。あ、この、あ、そうしてください。郡山のおじさんが、ああ、いけますかね。絶対途中で落ちる。落ちそうですね。うん、まあ、ええわ、ええわ。はい、あーん、いただきました。いただきました。はい、なぜあーんなのかちょっとよくわからないですけれども。ね、オーンばっかりこう、もてはやすなみたいなことでしょ。うん、そう、郡山で言えば、うん、原付を持ってくるからまたがってくれって言ってたじゃないですか。来た、来た。来ないんですよ。あ、来なかったんや。来ないの、来ないの。うん、紹介した、うん、あと直後に収録あったんですけど、はいはい、その時ちょっとあいにく雪で、ああ、雪で現地は無理や、今日は無理だわって思ったんですけど、その次晴れた日も行った？晴れた日も行きました。この間晴れました。レオコのトレジャーハンティングでしたっけ？晴れハンター、トレジャートーク。あ、トレジャートーク。トーク、あの、湯川さんから幕をハンティングしちゃった。それは、まあ、事情が事情ですからね。別にね、ほんと横取りしたわけじゃないでしょ。したわけじゃないです。結果的にハンティングしてしまった。結果そうなったやつですね。わかりました、ね。まあ、それはさておき来ないんですよ。はい、そうだから来るんすかっていうことをちょっと、そうね、そう、レオコは毎月待ってるんですけど、おいつでもまたがってやんぜって思ってるのにね、一向に来ないですね。なるほど、なるほど、はい、急いで持ってきてください、本当、はい、現地上げね、もう忘れますよ、私もそろそろ現地付のことは、はい、いや本当やで、はい、ではお便り紹介お願いします。目撃情報でございます。あ、ではい、ネルネーム、嫌なやつやで、これ厚明さんの、お便りです。厚明さん、はい、ヤングさん、レオコさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。動画が上がるたびに歓喜して見ております。ああ、さて早速なんですが、一つご報告があり連絡させていただいた次第です。はい、というのも国道16号埼玉方面に走行中、うん、自分の前を走る車の、うん、後ろにどう見てもキラリンポーズのステッカーを見ました。あ、それを見た時はすごいヤングさんの番組でお便りを読まれて、もらったのかなと少々興奮気味でしたが、うんうんうん、よくよく考えてみたら多分自作で作ったステッカーだと思います、うん、それはキラリン関係ないですよね、多分。そうなってくる、どうだろう、俗に言うまがいものです。運転中だったので証拠の写真は撮れませんでしたが、いつか撮れた時にはまた連絡します。もう会わへんよ、もう。まがいもののキラリンステッカー。それが本当にキラリンをね、うん、キラリンうちのものみたいな感じで言ってますけど、はい、うん、ただのピースじゃないですか、言ってみたらな。まあ、横ピース。おうおう、ずっとマクロスでもやってるよ、なんかキラリンみたいな。なんか誰だってやってるよ、ギャルだって普通にやりますから。はい、そうですね。うん、でもなんかやっぱ似てる感じのデザインなのかもしれないですよ。海賊版だったんですか。そうね。その衣装だったんですかね。これですかね。うん、ちょっとは詳細はわからないですけれども。で、目撃情報ね、他にもいろいろと届いておりまして、はいはい、ネルネーム島由紀さんからの、目撃情報でございます。はい、ヤングチャンネルの皆様、レオコさん、ヤングさん、税道の社員の皆様、いつも楽しい動画を拝見させていただいております。早速ですが、電車内でレオコさんらしき方を見たというメールです。1月22日の出来事です。出張のため香川から東京へ来ました。本当は行けないのですが、夜行バスに乗って東京へ着き、高尾山へ向かうために電車へ乗っていました。本当は行けないのですが、もうちょっとよくわからないんですけど、金浮かしたってことじゃない。
なるほどね、はいはいはい、あそういうことか。電車の中でレオ子さんらしき人に出会いました、うん、電車で移動中西国分寺駅でレオ子さんらしき人が乗車されましたすれ違った時にあれと思いレオ子さんに似てるなと思いました。その後何回も顔を見て声をかけるか悩みました。何回か、目もあった気がします。それはどうかな結局声をかけることができず荷物を預けるために立川駅で一度下車しました。その後再度改札の外で見かけたのですが、声をかける最後のチャンスを逃してしまいました。改札の外で見かけた時靴紐がほどけていることに気づきお怪我はなかったですか。もしこの方がレオ子さんだったらと思い、いい思い出になります。よかったら教えてください。これはレオ子です。あのね、調べたんです。1月22日に私何してたか調べたら、ジアスチャンネルの収録をしてて、いやまさに立川、うん、そう本当に西国から立川乗り換えて、で多分この日あのね誕生日にスニーカーもらったんですよ。あの視聴者の人からあのカスタムスニーカーもらって、それを履いてったんですよ、ウキウキ。それがめちゃめちゃほどけるんですよ。でほどけてんなと思いながら、もう何回も直しててめんどくさいんで、もうそう剣引いてから結ぼうと思ってたとこだと思います。何回か目あった記憶はないです。ないですマジでないです。ないです。それはないですね。多分この日インデックス打つ予定というか、まあ取れたらそれを打とうっていう話になってて、そうほぼ打ってなかったんで 2,3 時間触った程度だったから、一生懸命勉強したと思います。あーなるほど、予習を。そう多分日直島田さんの動画とか見たんじゃないですか。わかんないですけど、せせりくんか島田さんの動画か何かを見てるとこだったと思いますけど、はい、だとしたらもう確実に私ですね。恐ろしい。電車でも気が抜けませんね。でもそう言われたらな、でそうだから毎回言ってるんですけど、はい、やっぱその時声かけてほしいよね。やっぱ見てましたも嫌やな。そう声かけてほしいな。あそこで見てて、あんなしてました。こんな、こんな嫌やで。多分この日は何もしてないから、何もしてないって言ったらあれですけど、声かけてもらって、あのいい対応をして、はいはいはい、なるべくいい人やなって思って、思われて、れたあの向こうに行ってほしい。そうこいつなんか、あーこいつはダメやな、こいつ やっぱこの程度か、でも思われたくないって思われたままされるのが嫌ですね。しょうがない。でも声かけどうなの、わかんないけど、そで声かけないライベートじゃん。だってもうずっと黙っといてほしい。だったらあ、じゃあ心の中に、そのあとスースとかさ、はいはいはい、お便りとかまだ愛情があるからお便りくれるんでしょう。いやでもたまにその私エゴさしますけど、どこそこで見たってたまにあるんですよ。結構合ってますよ。そうだから高田の馬場目撃情報に関しては結構角度高い。それは精度高いもんな。高いな。だからここがガイドワークスだよ。そうこれなんかもしかしたら場合も言ったかもしれないですけど、先輩が辞めるからって言って、そのセブンスター吸ってる先輩だったんで、タバコ屋でセブンスターをカートンで買ったんですよね。そこを見られてて、レオ子セブンスターカートンかいかちいなみたいなのをあのつぶやかれてて、違う違う、ま、男だけど桜井さんみたいなこれは桜井さんにあげるやつ、これは作業桜井さんにあげるやつみたいな、あの言い訳挽回もできない、挽回もできない目撃情報とか、あとそれこそあの岸本くんのあの結婚パーティーあったじゃないですか。美容室行っててちょっと遅れたんですけど、あのババアで行ってるんですね、私美容室。そうなんだ。ババアの美容室通ってるんですけど、でその裏路地というか、本当ババアの狭い路地歩いてたら、多分あれレオ子さんだっていうのをみんながコットンクラブに向かう途中を目撃されたらしくて、あこれ確実に私だと思いました。下手したら下打ちしてました、あの日。あの美容室帰りに雨かみたいな。そうそうそう、ごめんなさいごめんなさい、本当良くないですね。でヤングさんのね目撃情報もね、お待ちしてますよ、ね。はい、あでもねありますよ。来てます来てます。あんの、はい。ネルネーム荒子木真由美さんの、荒子木も嫌な予感しかないな。なんだか知らないけど嫌な予感しかない。下手くそそうやな。いやいや僕のも荒子木はあの古いに古いに古いな、タイプやん。タイプやん。お前黙ってる。なんだ。アラウンドコキ。そう、アラウンドコキ。はい。ヤングさん、レオさん、こんにちは。こんにちは。今回ヤングさんの塩対応の件でお便りしました。そうな。
嘘でしょ。ヤングさんが前回俺は塩対応なんかしたことないからなとおっしゃっていたので、その件についてお便りいたしました。7、8年前に横浜まで大崎さんに会いに行ったんですが、大崎に会いに行っとるからやろ、それ塩になるやろ。どっちかにせえ、まず話聞こうよ。話聞こうよ。大崎さんとても優しく対応していただいて、パチンコライターの方本当にいい方なんだなと思いました。その後近所のラーメン屋に行った時、パチンコのお客さんから大崎さんに会いに来たんですかと聞かれ、そうですと答えたところ、今日はヤングさんじゃなくて大崎さんでよかったねと言われ、どういうことって聞いたところ、ヤングさんだったらそっけない態度だったよと言われ、そいつが言うとんだよ。おいおい、目が込んでんな、分からんけど奥の奥にあるな。心底わざわざ静岡から会いに行って大崎さんでよかったと思いました。一応フォローがあります。その後、地元浜松と、これなんていうんですかね、お前先でヤングさんにお会いし、あ行ったね、はい、事前にかなりの塩対応と聞いていたのでドキドキでしたが、ヤングさんは気さくで非常に優しく対応していた。そうでしょ、そうでしょう。そうでしょうとも、あの評判は何だったのかと、あの評判は何だったのかと今でも疑問に思っております。どっかに悪いやつがおるな。ヤングの評判をこっちに落とそうとなんかいますね。います、SNS ではなく他のお客さんから聞かせていただいて、声がかけづらくなっている方もいるのではないかと思い書かせていただきました。ヤングイメージアップ大作戦の、はい、嘘ですか、それなんか新潟と横浜にはヤングアッチがいる。前新潟でしたよね、おるかもしらんけども、おるかもしらんけども、気をつけんといけんな。サイン帳捨てちゃった人ね、もうサイン帳ご主人帳ご主人帳捨てちゃった人、もうヤング、もうライターは追っかけないっていう。ヤングがインドを渡した。でもなんかヤングさんの方が気分にムラなさそうですけどね、大崎さん。いやと思ってますよ、うん、で別に大崎さんも別に対応すんのよ普通に、はいはい、意外と、うん、で大崎さんの方がなんかぶち、うん、なんか怖いみたいに思われてるから、うん、分かります同じ対応してもめっちゃ優しかったってなるのがめちゃくちゃ腹が立つ。いやでも大崎さんのがやっぱ対応いいよ。いいよ見てると、ギャハハって笑って、ありがとうねー、わーあーあーでも確かにそうだ、あれいいよ、あの台おもろいよ、打ってけよ、あーみたいな、やるやる、ヤングさんはおそうそうそうおそう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 でも一応それもスマートじゃねえよ。でもそれぐらいのもんですよね、私もヤングさんぐらいの感じです、あやすっていうような感じなん でヤングさんが普通で、大崎さんが神対応すぎる、だ神対応すぎる人と一緒にいた時こっちも疲れますもん、これぐらいやらんといかんのかみたいな気持ちになりますよ、人間性は絶対俺の確かに大崎さんとその郡山で収録行った時、大崎さんマジフレンドリーです。そうね、うん、大崎さんすごいなと思いましたけど、やっぱ帰りの新幹線でぐったり疲れてましたよ。足上げてなかった？落とそうとすなよ。足上げて何とか勝とうとすな。本当に目撃情怖いものですね。目撃情報よりなんか一応から一言うそ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 うめっちゃ言うよな、オスめっちゃ言うよな、めっちゃ言うよ、オスそうそうそう奪うなよ俺オスをね、いやすごいな。ちょっと目撃情報の皆さんに何かどうしましょう、荒小木真由美さん、島由紀さん、うん、厚明さん、そうだな、うん、全員岸本あるそう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 草ですね、松竹梅草、岸本トリプル岸本トリプルクラウンみたいな、弱いやがれ、はい、はい、では、はい、次のお便り紹介したいと思います。ネルネームトイフードルさんからのお便りです、はい、ヤング様、リョウコ様、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいております、うん、早速ですが家の近くにある理髪店の写真を送付いたします、うん、おそらくヤングさんが経営者、うん、またはヤングさんの熱烈なファンのお店だと思います、うん、ちなみに、場所は福岡県北九州市折尾駅の近くで、まだお客としていたことありません。
もしお店の経営者がヤングさんではない場合、うん、出店許可は出されているのでしょうか、法的措置もご検討されてはいかがでしょうか。以上、ヤングさんがご存じない可能性がありましたので、うん、報告させていただきました。ご存じはないんですけども、すべて読めました。読めました。法的措置すごく、よくあるパターンでもあるんですけどね、はい、写真があるんですか。写真がありますよ。はい、これです。それすごいですよね。これ結構すごい。ああ。あの想像より上行った。でしょ、うん、でしょ。私昼間通ったところで理髪店でヤング軒っていう理髪店見たんですよ。軒ね、そう、一軒の軒の車辺のね。これはね、違う、あの俺はてっきり美容室ヤング、いやそう、俺ね草ルード見たことあるんですよ、どこにだってある、あるヤングは美容室ヤング、ナウイヤングのヤング、そう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 、ね、昭和を残したのが、はいはい、ヘアサロンヤングヒロシはね、ヤングヒロシはやってますね。また流行ってなさそうやなこれ。なんかあのくるくる回る、 あるか、ここにあるか、くるくる回るお店かも ね、 ね、北九州っぽいな、お確かに確かに。なんかこの上の建物の黒いカーテン気になりますよね。ヘアサロンヤングヒロシ、すごいよこれ、うん、またこれロゴがちょっとこのヒロシのロがなかなかね、間抜けな感じっていうかね、なかなか予想を超えてきました。これはそうですね、はい、これは知りませんでしたし、無許可でやってます、うん、はい、なんかいらっしゃいませの入り口のこの文字の感じもね、古いなんかていうか、こっちのが先輩の可能性あるよね。あね、うんうん、そうね、すら、そうね、あるよね、あるある、80年って感じしますもんね、シンス198なんとかね、なヒロシヤングよりヤングヒロシの方がやっぱ先輩な可能性、ね、ヤングヒロシですもんね、やっぱ店主ヒロシなのかな、ちょっと気になりますね。店主はヒロシじゃないですか。ヒロシでしょうね。でね、うん、なんつうんですか、この困ったことにつうか、ヒロシヤングって名前でやってるじゃないですか、うんうん、ヤングヒロシだと思ってる人ちょこちょこいるんですよ。多分俺調べではね、はい、5、60人に1人ぐらいおるな。あ結構いますね、ヤングヒロシ。なんかの番組でゆかさんがヤングヒロシしてた。あいつもそう、あいつ50人に1人なんだ。ヤングヒロシっていうやついますから。まああいつな、てっきり美容室ヤングだと思っかり、まあ、だからヤングってお店多いと思いますよ、うん、結構街で、ね、でも美容院系に多いよ、うん、ああそうなんだ、はい、だってスナックヤングはあんまりね、まあ、スナックヤングは見ないですね、泣かないかもしらんけど、板橋に焼きとんヤングはあったよ、うん、焼きとんヤング、ヤングあちょっと韻の振り組み方が焼きとんヤングいいな、うん、焼き豚屋まで板橋のね、あの要望町の隣ぐらい、あああの辺か、あああるある、なるほどなるほど、意外とあるよね、はい、うん、意外とあります、はい、投稿が採用された場合、お鍋か、りょうこさんのアクスタ特大、あーあれか、あ大きく出たな、あなあ、あれどこ行ったんですか、 あそこにあります、ああありますか、はい、はいはい、あれもしくはアクスタ賞をいただきたいです。アクスタ賞あるかな、アクスタ賞はあります、アクスタ賞あげます、うん、ああ優しい、これをあげます、はい、これで美容室じゃないヘアサロン、うん、ヤングヒロシに行って髪を切ってみてください、うん、そうね、お願いします、 そして店主がヒロシなのかどうなのかね、探っといてご確認いただければと思います、こちらを差し上げます。さあということで森本さん、はい、無事お時間が足りたんです、ね、ああよかったです、森本さん、はい、聞いてくださいよ、はい、あと1本です。そうですね、あと1本です、視聴者関係ないか、頑張りましょう、視聴者関係ないですよ、ね、関係あるよ、なんか、はい、お楽しみいただけるような内容でなお届けしようと思ったら気合が入らないとダメですから、はい、1本頑張りましょう、残り1本、皆様の、はい、お便りによって今回もどうにか乗り切ることができました。まだまだお便り、写真、イラスト等々募集しております、よろしくお願いします。ということで今回はこの辺でお別れでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。